って、お地蔵さんみたいだよ。頭めっちゃ丸いね。いつか私、この ゴールの中入るの楽しそうじゃない？これがゴールみたいな。そうそう、え、でもここにバー見えた瞬間にバーってなりそう。怖そう。じゃあしゃがんで、もう滑ってくるんで、前段階から滑ってくるの。これ私が練習したやつじゃん。すごい。サラ、これ私が練習したやつじゃない？これできんの？できてなかったけど。マジで年に1、2回滑ってるの、ここにさ、上手しないんですよ。1、2回だからね。ここにめっちゃ滑ってる。私、新幹線で、サラダの両方の前に、やっと、ぽくないぽくないみたいな。うわ、私いい勝負してんの。いいなぁ。どんぐらい滑れたらいい。スケートリンクでさ、生きれるくらい滑るからさ、滑れないみたいな。え、違う、ダメでしょ。ちっちゃい子供たちがもう、あの子たちね、レベチだからね。フィギュアの子供たち。ああ、え、そういうこと？じゃなくて？そういうこと？そういうこと？なんか、むしろ呼びにくれるわけだな。そうそうそう。この先のスタイラルについてずっと森永さんでやってくるんですか？え、どういうこと？え、
本。おお。何でも大丈夫。ああ、確かに。途中から登録ができない。そういうことかな。これはさ、あ、違う、そうだ、他のチームで登録。ああ。確かに。え、今、ゆくらさん掛け持ちしてるんですか？そうそう。すごい。掛け持ち度。高い。伸びたかなって思った。違うかな。